はい、どうもこんにちは、こんばんは、りょんです。そしてはい、どうも、こんにちは、こんばんは、かまぼっこです。はい、ということで今日も対戦動画を撮っていくんですけれども、はい、早速今日の組み合わせ、僕の方がドロマンハンです、はい、で、そちらがはい、こちらがダイスバキ。はい、ということで、はい、こちらもね、ダイスベガスを使用した形のものになっております。はい、はい、最近多すぎですね。はい、ちょっと増えすぎですね、はい、もう仕方ないです。はいはい、ということで、対戦動画の注意事項なんですが、はい、まだご覧になっていない方は、まあ、一時停止しながらご覧になっていただければと思います。注意事項がこちら。はい、以上よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では早速、はい、対戦始めようか。はい、はい、じゃあシャッフル、はい、じゃあ行きましょうか。はい、最初はグーじゃんけん。はい、あった、すごいぜ。はい、じゃあスタート。いいね。チャージが宮本副長戦座エンド。うん、ドロー。デモンズライトをチャージしてターン終了。はい、タップ、ドロー。あまり良くなかった。アップディングだったガロフールをチャージ。いいよ。これ2マナ、うん、ピクシーライブ。はい、はい、ヌバーンズエンド。順調だな。アンタップしてドロー。はー、引かない、弱い。ガローズホールをチャージしてターン終了。はい、アタップしたドロー。うん、ピクシーライフみたいなのをチャージ。はい、ヤマナ、うん、ペアリシャワー。あ、超順調相手。いいね。トップから2枚見てマナゾーンに置いて手札に入れる。はい、すごい。プロさん、オニオルヘッドをマナゾーンに置いて1枚手札で。はい、はい、エンド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 、ドロー。ファルピエロをチャージ。うん、おっとっとっと、オフロ3コス、うん、ブレインタッチ。はい、まずランダムハンです。これ、うん、あ、うん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 、で、その後ワンドローしてターン終了。マキ残った。アタップ、マジか。そしてドロー、ソウルダメージをチャージ、うん、はい、で2マナで超人フェアリーホール。あー、順調すぎるやろ。1マナチャージ。はい、タップインだ。じゃあこれ四つ牙ちゃんを、はい、バトルゾーンに出した。了解、ここまでだ。エンド。はい、ではアンタップしてドロー。うん、ではマインドリセットをチャージ。はい、4コストでパクリオ。それシライブです。はい、オッケー。はい、じゃあターン終了。はい、じゃあアタップ、処理できない。うん、ちょっと、4つ葉の効果。オッケー。初めに1枚いった。ワンゾーンチャージ、うん、やった、アタップだ、ドロー。オッケー。は、読まな。うん、パクリオ。おお、パクリオか。はい、ダイスベガス、ダイスベガス、ガードホール、ガローザホール。どういうことなんだよこういうことだよ。うーん、強まかも、ガローザホールかな。ガローザホールか。うん、OK、 うん、うん、うん、エンドで。はい、エンジは戻してアンタップ。はい、ドロー。手札ないんだよね。ないよ。じゃあパクリオをチャージ。いつも手札ないな。うん、5コストでサイバーダイスベガス。もう説明不要のカードかな。うん、はい、ではエンドチン。ワンド。はい、どうぞ。これはプロ騎士かな。プロ騎士だね。プロ騎士か。うん、画面で見たらよくわかるのかな。どうなんだろう。どうなんだろう。まだちゃんと見てないからわかんないね。うん、アンタップ。はい、クワトルバムの効果。うん、1枚。マナチャージ。うん、アタップイン。はい、ドロー。ふぅー。いや、チャージ。ミドルトリューでチャージ。いや、チャージをした。エンド。はい、アンタップして、うん、ドロー。特攻人形ジェニーをチャージ。はい。やることがない。ふんぼターンかと思った。ターン終了。ジ・ワンドロー。もしふんぼを打たれた場合でも大丈夫なように、うん、計算とかをしてるわけねえだろ。よし、アンタップ。うん、そうだね、うん、ピクシーライフが被ってるぐらい。うん、あとは何もないかな。はい、じゃあアンタップ。はい、ターンの始め、クルトランドの交換、うん、1枚マネチャージ。じゃあここでバキ引かれてもまだセーフと。うん、オッケー。お前は埋めちゃったしな。よし、ドロー、うん、はい、なるほどね。手札は4枚。手札か。
はい、ごまな。うん。ごまな。はい。ユニホール。だろうな。うん。じゃあ1枚もらっちゃって。オッケー。超人ゾーンから出すのは、ジオザマン。いやー、了解。なんか、すごいな。エンド時。ジオザマンの効果でマナゾーンから1体回収。うん。1枚ね。うん、1枚か、うん、はい、どんどんヘッド、そうか、次にはヘッドが飛んできますか、エンド、はい、ではアンタップして、うん、手札1枚、手札1枚、やめて、どう、弱いよ、弱いよ、深くないな、マインドリセットをチャージ、うん、いや、真面目に、うん、あのヘッドに対処できないので今のところ、うん、はい、7こそ超次元ガードホール、うん、まず、進化ではないクリーチャーを一体選んで持ち主のマナゾーンに、じゃあクワトロファンゴ、はい、その後、闇か光のコスト10以下のさっきクリーチャーが出ます、はい、なんだろう、勝利のガイアルカイザーですね、はい、では勝利のガイアルカイザーでジョーザンマン、はい、相打ち、だから相打ち、うん、はい、これでターン終了、終了時ダイスベガステファンドロー、トップバキでも強いって書いてある、オッケー、アタック、やめよ、トップバキだけはやめろ、ドロー、うん、そっか、これはもったいないからチャージしよう、ダイスベガスチャージ、オッケー、10万、オッケー、バキを優先と、バキじゃないです、あ、バキじゃない、ヘッドを優先と、オニマルヘッド、はい、これでトップで勝ちまくれば大丈夫っすよ、でもその代わりヘッド優先したおかげでダイスベガスが張り替えられなかったけど大丈夫かな、大丈夫でしょ、うん、なんか大丈夫でしょっつっていつも負けてる気がするんだよな俺のこのトップに何があるかだよ、もう全てはこれトップバキでも私嫌だしでもターン返ってくるんだろ、うん、それは素晴らしいじゃないか、ターン返すことを、うん、まず初めに考えて、オッケー、バトルじゃ、はい、トリプルブレイカーやぞ、よし、じゃあこれ中央に向かってアタック、じゃあガチンコジャッジ、ガチンコジャッジ7、勝った、やったやった雑魚すぎ、はい、じゃあダイスベガス、はい、で、手札の破壊号で、あのヘッドさんを、本当か、雑魚すぎでしょ、ちょっと待って、ボボボボボボ、エンド、はい、じゃあボボボボボ、ハンタップして、ドロー、はい、で、このまま、3コストで、はい、ブレインタッチ、はい、1枚ドロー、ナイス、知ってる、4コストで、うん、ブンボ、とりあえずこっちマインドリセット2枚、シャーシャーシャー、ライフ、オッケー、あ、違う、パクリオはない、パクリオかぶってない、ない、じゃあかぶってるのはないかな、もうない、ガローズホールも、ガローズホールな、あ、ガローズホールある、はい、じゃあかぶってるね、はい、だけかな、あとは場のパクリオだね、ダイスベガスってどうなるの、ダイスベガス、ん、は関係ないから、関係ない、場と場、マナとマナやから、あ、そうか、はい、ではこれ、こっちに、はい、じゃあこれで、ひどいよ、よし、これで当面のあとパクリオね、ひどいよ、くちゃ、危機はさったかな、はい、ターン終了、終了時、はい、ベガスでワンドロー、アンタップ、キャリーホールを引く、うん、やめて、ドロー、ほらな、くっそー、ガンベートビアのチャージだ、エンド、はい、ではアンタップして、ドロー、うん、じゃあサイバーダイスベガスを埋めて、うん、5コストでサイバーダイスベガス、これでターン終了、おーん、ドロー、キャリーライフをチャージ、エンド、はい、ごめんなさい、終了時、ベガス引いてないね、あ、はい、でアンタップしてドロー、ではマインドリセットをチャージ、うん、3コストで、バトーショルダーって言ってどうかな、ああ呪文だ、はい、相手の墓地の呪文の枚数分、相手は呪文を唱えるコストが1多くなると、うんうん、ということでエンド時、ダイスベガスでワンドロー、どうぞ、まあ、大体一生唱えられないって言われてますけどドローほらね、第一、総理の第一をチャージしてエンド、とんでもないことになってそうやな、うん、それでね、何枚あった、9、つまり
17コストいるらしいよ。はい、じゃあアンタップしてドロー。サイクリカをチャージ、うん、7コストでサイクリカを。はい、はい、では、超次元ガローズホールで、サイクリカを戻しつつ、あ、まずいですよバルベサンダー。まずいですよ、まずいですよ。おお、あ、まず1体2体1体あ、2体、あと3枚しかない。はい、もう永遠に呪文は唱えられない。バッキー出てないですね。はい、これでターン終了。マジでトップ、いや、これトップバリア出せない。4、5、8、9まだ3。エンドエンドじゃねえ、もっとくん、エンドもっとくん、うん、これもいいんだよね、もうエンドが見えてるから。はい、アンタップしてドロー、うん、もうなんでもいいかな。5コストでリバイブホール。アクエリオだけかな、あるの。アクエリオ回収して、はい、エイコルグサンダーちょやー、あーイエース、なんとかなった。一番足りない、うん、でも一番足りてたとしてもさ、4か5以上で絶対に勝たないといけないわけだから、うん、無理ゲーじゃないですか。だからいくらさ対策してもさ、うん、結局クワトロファングだと、うん、ランダムでどんどん増えていくから、うん、もう分母をケアしきれないんだよね、うん、実際のところ、はい、だからほら何回かチャンスあったところでなんとかできてればっていうのだったかもしれないな。だからそこのモニマルヘッドでぶん殴ったのは間違いですね。どうだろう。でもあっこで、うん、例えばダイス張り替えて、うん、ターン返してっていうのだったとしても、うん、俺結局あの後、うん、ダイスの効果で、うん、ブレインタッチ引いてたんだよ。ブレインタッチをそのダイスの効果で引いてたから、はい、その前まではハンディスなかったんだけど、だから結局バキハン、バキじゃないわ、ヘッドを、うん、ハンドに置いたままエンドしてもブレインタッチで切れてたんだよね。だからまあ、まあ一番の敗因は、うん、そうだね、あのヘッドがバキじゃなかったことかな。そうだね、うん、あそこでバキ回収できてて、うん、とか、うん、あとはヘッドで負けたことかな。そうだね、うん、チャーン、はーい、うん、まあまあギリギリだったかな、うん、はい、ということでじゃあ今日はこの辺かな、これじゃないかな、うん、はい、では今日はこの辺でさよなら、バイバイ。